ゴでーす。今日の動画は、今日はですね、久しぶりにじゃん、100円ショップに行ってまいりました。私が買った購入品たちを今日は動画で紹介していきたいと思います。こちらです、どうぞ。はい、ということで一つ一つ紹介していきたいと思います。まず一つ目、じゃん、こちら。こちらはですね、リメイクシート、木目調のリメイクシートを2つ買いました。これ何に使うかと言いますと、ちょっと待っててね。ゴミ箱がね、あるんだよ、うちには。じゃん。こちらのね、ゴミ箱。ちょっと大きいんだけど、ゴミ箱があるんだけど、これさ、なんかちょっとリメイクしたくなるでしょ？家の、あ、危ない！危ない危ない危ない倒れる。家の中にあるとね、結構なんだろう、おしゃれにしたいなと思ったので、これをリメイクするために買ってきました。そんな動画もまた撮れたらいいな。はい、そのためにこの2つを買ってまいりました。1つ目、結構買ったからもうサクサクいきたいと思います。続いて、じゃん、こちら。これ200円商品だったんだけど、フォトフレームを買いました。これはね、なんで買ったかというと、ちょっと待っててね。じゃーん、こちら。これらね、玄関に飾ってるものなんだけど、お母さんがね、毎月ね、送ってくれるんですよ。カレンダーについてる一言、みたいな感じなんだけど、ここにカレンダーがついてて、ピリピリって剥がして、送ってくれるのよ、毎月。今からのたった一歩が人生の結果のきっかけとなる。そんな思いを込めて、一歩、また一歩、とか、人間って本当にいいなって思えるのは、あなたが本当にいい人だからなのです。っていうね、はがきなのよ。自分探しをするならば、自分作りをしようではないか。で、こういうのをちょっとちゃんと飾りたいなと思って、フォトフレームを買ってきました。これすごいいいよね。なんか毎月私は結構楽しみにしてて。今日もね、実は届いたんですけど、まだ見てないんですよ。読んでないから後での楽しみにしようと思います。続いて、じゃん、こちら、櫛を買ってみました。こういう櫛使ったことなかったんだけど、なんかみんな使ってるよね。だからいいのかな？あ、痛い痛い痛い。いいのかなと思って買ってきてみたの。ちょっと今結んじゃってるから、あ、でもすごいサラサラになるかも。今ちょっと、研いだだけなのに、サラサラになる。ほら、これちょっとおすすめかも。結構サラサラになります。気になった方ダイソーなので、買ってみて。どんどこ行くよーん。じゃん、こちら続いて。見た目もすっきり、スポンジをかけるやつ。私ね、スポンジをかけるやつ置いてなかったんですよ。だから直置きにしちゃってたんだけど、これと、じゃん、かわいいスポンジも買いました。うちのキッチンって結構見える位置にあるんで、こういうの、かわいいアイテムを置きたいなと思って買ってきました。続いて、またもやキッチン用品。水切りゴミ袋キーパー。これめっちゃいいんですけど、これね、結構リピ買いしてるんだけど、ここが、台だとしてペタッとつけて、ここに三角コーナーのやつを挟んで、こう入れる。ゴミを入れる感じ？生ゴミとか、なんか皮とか。これ結構便利なのでおすすめです。フィルターも買ってきた。これ合うのかな？ほい、こんな感じ。で、ここに生ゴミが入る感じ。いいでしょ？で、ここでね、止められるの。これよかった。これもね、ダイソーの水切りフィルターってやつ。三角コーナー用の40枚入ってるので、1ヶ月ぐらいは持つでしょうって感じ。私、料理あんましないので、持つでしょうって感じで買いました。続いて、文具系に行きたいと思います。まずじゃん、ファイルを買いました。このファイルはですね、確定申告のために、ために貯めた領収書やレシートを、この中で月別に分けて、ちゃんと計算しようと、6月に入って、今年ももう終わろうとしているのに、やります。やり始めようと思って買ってきた。ファイルでございます。このファイルでね、ちゃんとしようと思って、あとこちら、ノート。こちらはですね、確定申告の、経費とかの計算をね、ちゃんとしようと思って買ってきました。あ、カッターと、ハサミも買ってきました。これらは、ゴミ箱をリメイクするために、このね、シートを切るために買ってきた。うまくできるといいな。ちょっと動画にいつかしたいと思います。こちらも。楽しみ。じゃーん、こちら。
紐を買ってきました。これは何に使うかと言いますと、あのね、ドライフラワーをね、部屋に飾りたいなと思って、ネットでね、注文したんですよ。で、それをかけるのに、紐は100均でいいやと思って買ってきたの。ちょっと、さあ、ここのね、白壁があるんだけど、白壁をおしゃれにしたいんだよね。なんかちょっとそうしたら、部屋の雰囲気も変わるかなと思って、そちらもね、動画にしたいと思ってるので、いつか、あ、言ってたのこれかって思っていただけると嬉しいです。これちょっと使うかわかんないんだけど、とりあえず壁にね、貼るやつとか、ドライフラワー本体とかはネットで注文しました。楽しみ。そして続いて、じゃんこちら。これがですね、ヘアアイロンホルダーっていうのが売ってたの。私さ、いつも直置きで超邪魔だったのよ。でもめっちゃ使うじゃんね、ヘアアイロンって。そんな時にヘアアイロンホルダーっていうのが売ってて、これと、こちら、ドライヤーホルダーも売ってたから買ってきた。なんか前のやつ、使ってるんだけど、結構落ちるんだよね。だから、これはどうかなと思って買ってみちゃった。紐もね、ここにかけられるし、ドライヤーもこんな風にかかるみたいなので買ってきました。これも軽くて良さげ。これもあれよ、ドライフラワーに使いたかったウッドピン、なんだろう、洗濯バサミみたいな感じ、ウッドピン。これもね、ちょっとおしゃになるんじゃないかなって思って買ってきてみた。こんなのがさ、100円ショップに売ってるんだよ。すごい時代だよね。かわいい。これでさ、ドライフラワーとか飾ったらめっちゃ可愛くないですか？もう女の子のお部屋作りをします。そしてそして、じゃん、こちら。これはですね、私はとても必要な絡まないゴム、ちっちゃいゴムです。なんかさ、私止めるのにさ、ゴム使ってるんですけど、あのさ、もうゴムってさ、100均で買うとこんなに入って安いのにさ、コンビニとかで買うと高いじゃないですか。でもさ、100均に行くと忘れない？あー、これ買えばよかった、あー、これ買えばよかったって毎回思ってるんですけど、今回は忘れなかったので、ちゃんと絡まないゴム100個入りを買ってきました。そしてね、これ気になったんですよ。じゃん、あの、買うつもりなかったんですけど、目について買っちゃった。美姿勢サポーターってやつが売ってたんですよ。ちょっとつけてみようかな。私ね、姿勢がね、もうとにかく悪い。で、多分姿勢が悪いから肩も凝るし、首も凝るんですよね。こんな感じになってる。あ、なるほどね。さ、これさ、家でさ、ちょっとつけとこうかなと思って。なんかさ、姿勢ってさ、意識で変わるって言うじゃんね。だから、あ、え、全然緩いんだ。あ、でも、緩くないか。あ、ん？あ、いいかも。あ、緩いと思ったけど、結構いいかも。あ、なんか変？なんか変じゃない？え？逆か？難しいぞ。よいしょ。こうだから、こうだよね、やっぱ。伸縮性が高くしっかりサポート。なんかね、全然苦しくない。全然つけておけそう。私できてますか？ちょっと説明とかは特にないんですけど、まあ、こういうものみたいです。まあでも意識はできる、意識はされるわ、つけてることによって。ちょっとこう後ろに反る感じはする。なんかさ、もうちょっとさ、引っ張られてもいいかも。でも、こんぐらい緩い方が、私はいいのかもしれない。あー、でもいいかも。ちょっとここ開く感じする。あ、これいい。これつけて、ちょっと家では生活したいと思います。これだったら洋服の下につけても、なんかすごいさ、苦しくないし、こんなになったりしないから、なんか自然でいいかも。確かに、こう、後ろには引っ張られる感じがする。あ、いいかも。こんぐらい、普通の姿勢でこんぐらいがいいな。あ、よかった。これちょっと使ってみます。1ヶ月2ヶ月楽しみ。最後ですね、最後に買ったものが、じゃーん、こちら、トーマスのチューイングキャンディ。これさ、私大好きなんですけど、わかる人いますか？これね、めちゃくちゃ美味しいのよ、トーマスのチューイングキャンディ。これね、ぶどう味のチューイングキャンディなんだけど、あのさ、こういうやつよ。懐かしくない？しかもさ、これさ、なんかさ、こういうのがついててさ、トーマスのね、なんかさ、これ、机とかにさ、よくさ、これをさ、ペタって貼って、
こうやってギーってやってこの絵がこう机につくみたいなやんなかったですか？これ やったら怒られるやつなんだけど、お母さんとかに。懐かしくない？これね、ちっちゃい頃からあったと思うのよ。これね、懐かしい。この感じのガムあったよね、昔。いや、今もあると思うんですけど、今のガムってこういうの買っちゃうじゃん。でも、この感じのチューイングキャンディめっちゃ美味しいんですよ。うん。美味しい。チューイング界隈では優勝です。うん。100円でね、3つ入りなので、気になった方は食べてみてください。はい、ということで、中身終了しました。私が久しぶりに行った100円ショップでの購入品は、こんな感じでした。お部屋のね、リメイクのものとかが結構多かったと思うので、そんな動画も作れたらいいなと思いますので、ぜひぜひご視聴いただけると嬉しいです。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。皆さん本日もお疲れ様でした。今日はどんな一日だったでしょうか。これなんかいいかも。なんか苦じゃないぐらいのレベルでこうやってくれる。私姿勢が悪いのがね、本当にコンプレックス。不意に取られた時の姿勢が悪すぎて、こんな姿勢悪いんだって思ってショックだったことがある。だからちゃんとこれやっていこうと思います。ということで、おやすみー。